一発一発の重みが違うっす。重みがね、もう佐川くん全部お見通しや。おお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 なんだこれ。おい蹴ってきた。おいおい、よく言うぞ。みんなどこ行った。おきげんよう。おきげんよう。さあ始まりました。今回はこの二人でやってきます。よしよし。いや、なんか今回やるゲームはですね、はい、バラと椿、ほう、おごうか絢爛、おごうか絢爛版です。すごい名前、すごい漢字。豪華じゃなくておついちゃうから。だって漢字すごいっすよ。何角あるんだってぐらいやべえな。お豪華、お豪華絢爛版ですということでね、まずはゲーム内容を説明すると、あなたは高貴な椿浩司家の一員となり、投資争いをおびんたで勝ち抜いていく、おびんたアクションゲーム。ね、おびんたアクションゲーム初めて聞いた。でもビンタはビンタでいいっすよね。なあ、おびんたなんだ。でもここはおびんたはおジョイコンを振る体感操作に対応しており、振る強さで強弱が変わったり、お回避、おカウンターなどもありますと。なるほどね、ジョイコンだ。だからこれあんだ。これだ。なるほどね。でこれをやっていくということなんじゃけども。すげえ新しいっすね、なんかね。ね。素晴らしい。すごいよ。総アニメコマ数約2000枚。日本語フルボイスを魅力のゲーム。へえ、フルボイスなんだ。じゃあ早速やってみるか。おーおーおお。いや、もう楽曲が。待って、オープニングやんの。何？オープニング曲あんの？しっかり音楽。いや、すごい。なんかオープニングみたいな。そう、しかもな、あの結構前のアニメみたいな、うん。ちゃんとソングになってますね。なんか聞いたことあるよ。なんか聞いたことあるような感じの。何これ。あるやん、こういういろんなキャラクター出てくる感じ。なあ、おー、オピン出してる。このサビ出るまでに来い。やりすぎやろ。あ、サビやな、ここ。なんかこれ深夜アニメとかでこういうのなんかありますよね。いや、多分昔の夕方のアニメだね。夕方。昭和の時だね。あ、この子主人公かな。制作。すごいな、力の込め方が感じたわ。だいたいゲームの始めこんなん独特っすけどね。だ、女の戦いを始める。女の戦いロード中。いや、マジでフルボイスじゃん。すごいな、フルボイス。オチュートリエ、フルボイスゲーム珍しいな。全部フルボイス。オビンタの訓練をしていただきます。いや、オビンタね。なんかゲームなのかアニメなのか。オビンタは一発ずつ交互に行うのが作法です。やめろ。やめろ。オメーターやめろ。オメーター、オビンタ。いや、それやけんな。やるならもう力コメント。ロード中。え、それではやってみましょう。どういうこと。いきなり来たな。ビンタして、えい、ナイスオビンタ、えい、ナイスオビンタ、ナイスオビンタ、なんですか、なんですか、まだむずいむずいむずい、なんですか。なんかこうタイミング合わないとあとやりづらかったもん。やっぱジョイコンならではですね、そのなんか感覚な。あ、左上のオメーターやめろ。お相手の番です。あなた様はおビンタに耐えるか避けるしかありません。避けましょう。え、避けるってどうやってやるんだろう。確かに。お相手がおビンタしてくると思った時に
後ろに下がってかわすのに下がって私が手を後ろに引いたおタイミングでかわしてごらんなさい。相手の動きをよく見る。いやむずいって。やばいじゃないですか。ガチむず。お練習、お練習終了。すごいな、この映画絶妙やな。基本はこれだけです。どうぞ素敵なおビンタ生活をお過ごしくださいます。え、だからこれありがとうございます。必要になればもっと高度な技もお教えいたします。その気が終わりならこのおビンタの場にいらしてくださいます。おビンタの場でもお待ちしています。ありがとうございます。え、でこれ振るあれで速度とか速さでなんか違うらしいよ。繊細や。シナリオ。しっかりストーリーやりやがる。しかも全部ちゃんとフルボイスなの。なあ。なんかすっごいな。ガラリと変わったような気がしました。さっきやってたゲームと違いすぎて。すごいなんか、なんかこんなしっかりと作り込まれてるの。でも私は負けません。俊介さんのくれたバラがあれば。俊介さんね。やっぱ俊介さん。お、お、沙織ちょっと。沙織。ちょっと高い声の。ね。所詮は下民の女ね。礼儀も何もあったものじゃない。あ、いるんすか、沙織さん。こういう女の方もいますね。玲子さん。私は椿浩二家長男の誠実なタイプとちょっとやりちゃった。玲子です。あ、玲子ってこれ俺か、これ玲子主人公じゃないですか。これ主人公だよね。庶民の女。あら、こっち見た。絡めるんすよ。おー、なんかすごいな。こっちの世界線にまで入ってくるのね。やっぱおビンタやるんじゃないし、メガネ外しとこう。あ、メガネして、おビンタ。あ、始まりますよ、ほら。すっごい避けてくるじゃん。やばい。あ、およいしょ。しゃあ、うえー、カウンター、オーカウンター。え、あ、オーカウンター。嫌だわ。いいよ、いいよ。おカウンター決まりましたわ。おカウンター、おカウンター決まります。はい。あ、お顔がお顔が自然と大つけとるやん。 お顔がお顔が腫れておりますわ。おっしゃー、見ました。おさおりさんのお顔がお晴れにおなりに なってました。見ました。3回連続でおカウンター決めて、もう相手のお顔が、お顔がもう終わり。ああほら、やばい。おさおりのお顔が、おさおりどこかんどんねんそれ。そこちゃうやろ、ここはどこやろ。絶対指噛むとこやろ。なあ、なんで服あのキーキーは絶対指やろ。ここだ、ここやね。ここない。あべ、お、沙織さんのお姉様。静か。やばい。静かちゃん。やばい。髪の毛結ぶ、鼻3つ使うタイプや。いや、すごいよ。やばい。俊介の妻です。俊介の奪い合い、これ。もういいよ。俊介の奪い合いやん、これ。なるほどね。これ、次どうする。恭平が行く。一回やってみる。やってみるっす。A を押しながら、いや、任せてください。俺見てたんで。あ、ほんと、いける。兄貴の指見てたんで。少子、少子、少子。あー、カッチン。あら、お静かさん。は、長女の私の夫です。はい、カッチン。椿浩二家にふさわしい高貴な生まれに。こっちーん。いや、もう俊介は俺とも、俊介は私のものです。静かさん、すいません、もう勝たせていただきます。もうおカウンター、お強兵、お強兵がいい。お強兵がおカウンターを削る。お強兵がおカウンターを、あ、行きなさい。ナイス。首、やばい。おカウンター、これおカウンター狙えるから。あっ、行きなさい。よし、お、掴め、掴む。なんだなんだそれは、なんだそれは、なんだそれは、新アクション、急に新アクション。行きなさい。よし、お、掴め、掴む。なんだなんだそれは、なんだそれは、新アクション、急に新アクション。
うわぁ裏剣カウンターむずい。裏剣はダメよ。何回もできるんですふっあおカウンターさせてあいいわお今日いいわよあおかいおかしいしっかり一発ずつ一発ずつやっとるやんけ。避けなさい。お京兵避けなさい。よし。ウェイ。オークビンタ。オークビンタ。おとどめ刺します。おとどめ。わけわかんねえ。いや、それここもおるけど、画面もおるけど、俺もうわーって。オークビンタ、オークをビンタ。いや、おもれえ、これなんだこれ。しかもすげえ、オークビンタ長っ。だだ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 だ。ちょっとでも残るんか思ったら、最後までやらせてくれ。やっとだ、で天井怖いって。天井やんけ。怖いって。いやいや、反応に困るよこれ。三田さんね、家政婦の。はいはいはい。でリアルでおばあちゃんこんなんしたら嫌よ。家帰ってきてこんなんしたらマジ嫌で。このおばあちゃんやばいぞ。指の力半端ないな。ほんとだよ。どうグラップラーバキのシコルスキーぐらい強いぞ。俺もバキ出てきた。指の力。あ、降りてきた。いや、絶対強いわ、三田さん。さっき出てきてたな、オープニングで。いいね。なるほどね、奥様もっと強いんや。参りますよ、お三田さん。いや、往復ビンタ、往復ビンタおもろいです、マジで。うわ、もう気合の入れ方違うもん。グッ、どうかしら。グッ、強い。タイミングが、うん、うわ、これ何回もできますからね。何回も。なんだ今、連戦しただろ今。ボークだろ今の。あー、強い。やばい、やばい。でもバラの数が向こうが2個も上だ。ナイス。おカウンターよ。おカウンターからの。もう佐久間くん、オカウンターのプロや。オカウンター、あ、やばい、やばい。オカウンター食らったわ。食らったわ。オカウンター。もう佐久間くん、オカウンターのプロ。ほら、やばい、ほら、もうやばい、お顔が。これ何、三田さん、三田さん、三田さんじゃない、三田さんが、オカウンター。オカウンター来ましたわ。三田さんの顔が、ほら、ほら、やばい、お、つかめた、お、つかめた。いただきます。え、めっちゃ最後めっちゃ長くやらせてくれますやん。やばい、もうだってオークビンタ入っちゃったらもう多分勝ち、勝ち確だもん。勝ち確、あ、もう確定や、確定演出や。そう、これ確定やね。あ、もう始まっちゃう。おー、いいよ。よし、避けて。おお、結構だな今の。ふっ、あ、よい、残酷。何それ、オカウンター。目が引けた。なーに、やばいやばい、いいよ。え、マジ強いねんけど、めっちゃ強いねんけど。今の受け方もう強い、強者の受け方、パン、はい、オッケーみたいな。いや、早い、やばい。え、え、ペシになる。ちょっとお京平、あ、いや、待って、やばいやばい、ちょっと待って。いや、残像、あ、おい、キラン、お、いや、腐ったんか。いや、でも慣れてきてるよ。お、いいよ。あ、じゃあパシーンじゃない。これが弱ってことか。え、なんだ、何それ、残像が。くそ、泣いてる。おお、待って、俺、やばい、やばい、やばいよ、やられる、やられる、あー、やばい。お母さん、お母さん、いいよ、お母さん、お母さん、泣いてる。あ、え、あ、あ、そう、かん、お母さんされた。嘘だろ。
やばい、やっぱりお前奥様には勝てなかったよ。奥様めっちゃ強い。やばい、奥様めっちゃ強い。あ、やばい、これなんだ。あ、まだ戦うことできるんですか。まだ戦うで、これはやっぱり佐久間くんが、俺が強兵の敵を取ってやる。すみません、なったかな。お、あ、なに、お、やばい、強え。ほら、おかんだ。オカウンター、オカウンター。これさ、オカウンターっていうとき似たような言葉で見せるの。オカウンター。これワンチャンオラウンタンでもいけるの。あー、くっ、惜しい。くそ、あ、ジャック、いや、あ、くそ、オラウンタン、オラウンタン、いや、いけん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 。お、つきた、オラクビンター、とどめ、お、とどめさせていただきます。これがソンの力です。いや、これだ、やっぱ佐久間くん違うわ。やっぱ俺おびんた界で結構これ名を馳せれるパターン、馳せてる。やっぱ一発一発の重みが違うっす。重みがね、重みが違う。相手の動きをちゃんと見るっていう、お読みしてるわ、お読みを。おみ、あ、見事です。 おつけろ、やば、逆に。もう佐久間くん全部お見通しや。もう、おお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 え、まだ私をお認めにならない。ちょっとちょっと、レイコさんに対して何を。え、まだ上がいんの。何を言ってるのかしら。それは一体どういうことです。どういうこと。ふてりうなぎのうみたいなやつ。闇の力とかあんの。なんだよ闇の力って。今も昔もずっとこの家にいらっしゃる。イラつしやるのです。やべ、ちっちゃいツーとか使わないからね。あ、使わない人だ。おー、奥様。そして私が。おー、奥様。おもれじゃん。おお、私が椿の大奥様になるの。だからこのゲームはおを大切にしてるゲームだ。いや、そう、おが一番大事、お大事にしてるから。あ、あなたこそ伝説のバラの嫁なのかも。なんだ、でっけえ、でっけえ。じゃあジブリに出てきそう。おお、いいよ。グーじゃん。構えがグーなんですけど。いてえ、ね、ビンタじゃないです。ビンタじゃないだろ。おビンタじゃないですわ。おグーじゃん、もう構えが。おグーは良くないよ。グー、おー、おー、一発の重みが。痛い痛いって。え、引っ込み、じゃあ引っ込み方、引っ込んだ、引っ込み方、グーじゃん。振りかぶんないで拳を。うわっ、うわ、めっちゃタイミングずらしてくる。うわ、やばいな。いや、おお、やばい、やばい、強すぎんだけど。ナイス、やばい。さすが椿の文字を2個も。おお、カウンター、おカウンター。弱い。椿の文字を2個も持つ。おっ、オラウタン。よし、じゃ、いけ、オカウタン、いいよ。おー、いいよ、つかめ、いけ、きたー。おー、つかめ、きた、おー、よいしょ。うわー、え、まだいる。え、うわ、ナイス、おー、ガンタ、でも慣れてきた、ここに来て。見えてきたな。見えてきました。来た、おカウンターで決めちまいな。いけー、おカウンター、まだ行くぞ。やっぱピンチ、ピンチはチャンスみたいな。いや、これだな。やっぱり自分に課せないと勝てないタイプです、僕。いや、いいよ、お前はやっぱりちゃんと力を出し切ってるわ。ありがとうございます、兄貴。このお前のおかげで勝てた。よかった、お奥様や、これで俺も。お、なったんじゃない。じゃあ闇の力消えた。え、あ、なったってことじゃない、この後ろの絵が。あ、そういうこと。でもこれエンディングってこと。もう終わり。待って、え、もう終わり。え、もうなっちゃった。待って待って、フルボイスは嬉しいし、お、ストーリー、あ、
新しいおしなり、ああなるほど、まださすがにね、なるほどね、まださすがにね、やっぱ終わんないか。いやもう短めのストーリーだなと思ったけど、じゃあもう闇の力消え去って終わりじゃないんや。これだ、あ、人が違うんだ。あの人はもうやから闇の力消え去って大奥様になってちゃんちゃんや。で、これ白い椿、じゃあもうオラウタになれ、あ、沙織さんだ、次の主人公沙織さんストーリーね。すっごい受けるじゃん。お、来た、ほらほらほら、音止めさせていただきます。よいしょ、すごいよな。お、来た、すごい、音止めさせていただきます。いや決まった、ほらオーストラリア。うわ、え、なになになに、は、ほ、ずるくね。こうして第二次椿工事家の乱が、あ、無理だね、まあ、無理ゲーなんだ、勝てなくなってんだ。おーい、おもろいな。あ、第二章、もう後ろにおるって、なんかやばいやばい、ひまわり、ひまわりやばいな。ひまわりやばかったな、一人だけ違うやん、もうもうテイストちゃうやん。浅井さん、浅井さんすげえ出てくんな。浅井さんと松井さん結構出てくるな。金役すごいしてるやん。いや、すごいな。ニゴロは右袖だけやったら発達したまんや。お、なんだ、え、ワールドユース編、なにこれこれこれ、なんか規模大きくなったって。ちょっとワールドユース、ちょっと待てよ。逆に言うよ、長えな。見習いの子や、これな。あ、女の戦いを始め、三田さんのとこの見習いの子やろ、これメイド見習い、メイド見た、ワールドユース編、見た、ジュニアな、ワールドユースって見た、ジュニアの、見た、ジュニア、おお、見た、ジュニアの卒業試験出た、ういういのところのやつ。すごいな、ほにゃんのやつ。あ、三田さんだ。三田左子、三田クイーン必殺技。ちょっと待って、はちょっと待って、じゃあ次はなお、恐ろしい、あ、ここ左子か、あ、そっか、じゃああれは右子かな、もう一人は、あ、そっか、双子か。うん、じゃない、右子、左子か、あ、右子だ、右子が行く、右子がかばった、お姉様なんだ、ミギ子。私たち双子は常に2人で行きます。おう、家政婦になるのも一緒、よろしいですね。すごい、ミタジュニア。あ、目に、目に、あったやつ、飛び立ったミタジュニアが。そう、昔のアメリカ書くな。始まりの地ですもんね。ヘロー、ヘヘロー、癖、癖がすげえ。あなたが私の試験のお相手です。よっ、アポコクリト、アポコクリト、アポコ、ナイストゥーミーオビタやって、え、何言ってんの、何言ってんの。でも強そう、ボクサーみたい。いや、でもそのピンタじゃねえんだよ。もうそれボクサーやん。ねえ、それ握り拳だから、ボクサーの構えなあ、これ一言で拳って書くんだよ、これ漢字で。でもさっき見たなぁ、春日と一緒やん。ノーノーってされた、ニャーってされた。おー、母ちゃん、あんたのパンチはもう見切ったぜ。いいよ、なんて言ったって三田の子だからな。ほら、なんだ、うまい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 、もうアメリカだって今減っちゃうさ、もうノーダメで今、もうワールドユース来ちゃってっから、こっち、おー、あー、なんて、左手、これはすごいんじゃね、2回行ったぞ、おいおい、ちょっと、おい、行け、くらえ、日本の往復便だ、行け行け行け、ワールドユースだって目じゃねえぜ。ガードしてる、え、なに、左、おー、かんちゃん大丈夫か、左目なんかつぶっちゃって、そんなんじゃ俺に勝てねえぜ。おい、ダウン、おい、そんなやったって俺には騙されねえよ。おー、いや、上からじゃん、もう
おびんた知らないよ、アポコ絶対。あやばい、まあまあ、いいだろ、いいだろ、いけるいける、こんぐらい半でさ、はっはい、もうこんなのよーし、よしよし、結構やんちゃな件な、もうこんなん強兵、お強兵にかかれば蝶のように舞い、蜂のように刺すの。はい、大カウンター、大カウンター決め、さすがだわ。よしよしよし、おいよーし、お、つかめ、はーい、これが日本の味です、これが日本の味です。おとどめ刺さっていっていただきます。おとどめ刺さっていっていただきます。よっしゃ、言えた。俺も言えた。あれ、あれ決めゼリフのめっちゃ気持ちよくない？めっちゃ気持ちいい、めっちゃ気持ちいいよね、めっちゃ気持ちいい。おもろ、最高だな。格上との勝負で勝った時やん、これ。いやー、これはテンション上がるな。この前のバスケやん、これ。ラストじゃん、これ。やっぱり右方が一番まともだわ。中国じゃない、これ。え、小手って番の手を R と A 一緒で、 R を押して引いて A、 A 叩くときに A、 A、 叩くときの A のときは R を押さなくていい、もう押しっぱでやって、押しっぱでやってます。おお、このアタッチー、え、これも多分何かと似てんねやろな。これ何かおまじゅってんだ、なんおまじゅってんだ、絶対何かおまじゅってんだ。さっきセイヤ来たってことは、なんだこれ、なんだどれだ。いや、なんかこういうやついたな、なんかメインも、もうやす、これなんか、なんか絶対言うんだよ、言葉の最後の星つけるタイプの、何デジキャラと、何、なんだ、なんかいるな、んだ、ゲマズのなんかキャラクターにも似てんだよな、ゲマの。せめて世界観だけでも、いや、ほんとにな、ほんだよ。いやいや、もう、もうミキ、これ一番まとも、もう俺らの言いたいこと全部言ってくれるやん。もう喋り方、おやおや、何言ってんだよ、お前。しかも家政婦この服装、舐めてる舐めてる。おい、舐めすぎだろ。メイドインチャイナ、笑い方怖えよ。え、怖いな、なんか本当にこれ。よし、顔か。お、いいね、焦点決まったじゃん。おいおい、振りかぶってんの。おおい、ナイス。あ、顔しただけ、まあ顔しただけだもん。いや、今顔がずれた。いや、いいよ、今顔がずれたぞ。あっ、よし、どうやらこいつには、あ、あれ、焦点ができてない。あ、やべ、大丈夫、落ち着いて。焦点が R? R、 振りかぶりからの焦点、ナイス、顔にヒビが。ナイス、オーケー、オカウント、カウント、ナイス、焦点、もうな、おい、あー、タイミングむずいタイプやな、この子。地味に溜めてくるな。あー、お前、誰だ、お前、チャイナ、おー、構え変わったぞ。やべやべやべ、グーグーグー、おいよ、焦点焦点焦点、誰だお前。オーカウント、よし、いいよ、なんだこれ。おい、蹴ってきた。おいおい、よくねえぞ、ビンタどこ行った、よくねえだろそれは。よあ、最後だって左足で出てきた、ハイキック、よくないっすよね、よくない、お前の敵は俺が取る。え、ほんと、佐久間君お願いします。ほんと、多分終盤強いです、この横。仮面終わってからだな、もう。ガチ蹴ってきます、ほんまに。あっ。マジで、ここ手抜いてます、この人。あっ、うんうんうん。相手、何してます、この状態。だって仮面でやってますからね、この人。え、俺、タイミング絶対つかめない、こいつ。いや、この人結構ね。あっ、やべ。やべ。あ、苦手や、坂本くん、やばい、坂本くん苦手なタイプや。メイ&モイス、やばい、こいつやばい、やばい、全然受けらんない。メイ星モイス、あー、坂本くん、待って、任せてください。こいつ苦手かもしれん。坂本くん、ここは俺が全然勝てなかった。つえつえよ、おーい、
しかねえ。いやちょっと待てよ、おかしい、おかしいだろ。おい、おかしいだろ。なんだ今の。いや、これはやっぱり佐久間くんに花を持たせてやれってことなんですよ。なるほどね。俺がここで華麗に決めてやるよ。まあその気持ちで行ってみようか。一回終わって考えよう、これで。え、いけるよ佐久間くん、いけるよ。え、佐久間くん、ナイス、じゃあおカウンター、いいよ、いい調停。いいよ、シャーカウンター。そう、見ればわかる、見れば大したことない。シャー、こいつの攻撃は見れば大したことない。よく見れ、ギリギリまでよくよく見て、ここ、そう、あ、くそ、お、なんで、よく見て、よく見て、ここからグーパン、ナイス、ナイス、あ、なんで、惜しい。いいよ、こっからチックよ、足になる、あ、くそ、ここで減らしたくない、できれば。ナイス、いいよ、いいよ、いいよ。あ、なんで、惜しい。いいよ、しゃー。え、なんだったの、さっきのシーン、さっきの何だったの、さっき、なんで、え、なに、え、ガチで、え、なんなの。いや、俺こっからもう一個がなんか来てないのかなって、ねね、いや、ないとおかしいよ。いや、さっきのは何だ、おかしいお、なんだ。いや、マジで、あの、格闘技ぐらい熱かったよ。いや、熱かった、マジでリングの今外で、俺マジコーチみたいにこうやってやってた。いけ、よけろって言って、めっちゃセコンドしてた。おおい、みんななんか仲良くなりすぎだ。あれ、なぜ左子がここでくつろいでいます。あれ、見事デスクインサーキットをやり遂げました。え、でもあなたが頑張りすぎたおかげで今年の試験のための予算がなくなりましてね。うん、もう残りの人はパスとしたのですよ。あ、え、あれ、でもよかったじゃないの。じゃあ何、姉妹仲良く椿子家事家の家政婦になれたのですから、ちょっと左子、二人とも気を引き締めて当たりなさい、ね、右子が、ああ、レイ子が、まだ沙織さんやってたんだ、まだやってたんだ、まだ頑張ってた。おお、シナリオ3までいきましたね。いやー、さすがにもうこれで終わりなんじゃないか。なあ、どうよ。いや、右子、ギブユウコさん、ギブユウコさん、アポコマジかよ。やっぱ松井さん多いっすね、やっぱり。で、浅井さん、いや、すげえ、そうですか、いろんな人出てんだな。やっぱまだあるっすね、多分ね。いやいや、もうないんじゃない、さすがに。ほら、静かになる。日常です、次。日常、静かなる椿の日常ということで、新ストーリーが解放されましたけどもね。あら、いますね。うん、ということで、まあ今回は時間がね、はい、お時間がちょっと、はい、僕たちのおチャンネルではここまでが、そう、お亡くなりになられてしまったので、もうおチャンネルはもうこれ、はい、皆様、本日のこのバラと椿静かなる日常は今回やりませんので、まあ次やられる方、まあ私たちなのか違うお方なのか分かりませんが、とても白熱するおビンタドを楽しませていただきました、はい、本当よかったらですね、おチャンネル登録の方と、はい、おチャンネル登録、そしておいいねをおいいねを押してください。はい、以上、私たちお二人でした。ごきげんよう。ごきげんよう。